皆頼むエロマ主役さカタニア。はい、すごいですね三田さん、鋭い目つきして。ちょっと今体が温まってんだよ。温まっちゃった、いじめられちゃってさ。え、森田さんいじめる人間なんかいるんですか。あのボクサーってこのバンテージ巻いたらもうあの拳銃2丁持ってると一緒だから。確かに狂気なんだよ。110番しますか。あ、110番しろちょっと、はい、でそこに俺一人で今いじめられてる状況なんだよ、はい、ちょっとこの辺丸々会とか丸々組の方もいっぱいあるからちょっといじめられてますって今から言いに行こうと思って。確かに、うん、ヤクザの用心棒みたいな2人なんだよ。許しがたいですよその2人。そうだろ、はい、今日その狂気準備集合してるヤクザの用心棒とコラボだから、はい、どこぞの何者だそれは。あ、紹介の仕方紹介すごい紹介。高堀さん、高堀チャンネルのホッソンと山本君です。おはようございます。高堀チャンネルです。強引な紹介ですいません。いやいや、もうびっくりしました。もう先ほど僕もいじめられてちょっとすごい圧力なんですね。東洋太平洋チャンピオンですか、こっちも元。世界3位。そうですよね、世界3位2人とも、2人とも元ですけど、ホッソンばっかりが世界3位でクローズアップされがちだけど、はい、わしも本当は世界3位だよねっていう感じです。いやいやいや、そんな言い方ましたよ。僕は全然さ気にしないんですけど、僕も一応元世界3位で、はい、とんでもないキャリアの持ち主です。知ってますよ。本場の言ってください、本場のキャリアとか、キャリーが日本チャンピオン、東洋チャンピオン、アジアチャンピオン、IBF アジアというチャンピオンと、で、世界3位です。はい。がキャリーです。キャリーやな。キャリー。はい。僕も、東洋太平洋チャンピオンと、で世界3位、はい、まあ、過去の栄光なんですけど、まあ、その肩書きはもう僕はもう捨てて今やってるつもりなんで、はい。はい、よろしくお願いします。今日はすごいよ。お願いします。ものすごいキャリーを引っ提げて、キャリア今から永遠にこの2人が漫才して終わるから興味深いM1 にもね、こっそり出てましたもんね。はい、はい、1回戦突破しました。すごい、はい、あ、面白いですよ。ありがとうございます。見てくれました。見てくれてるんです、ね、めっちゃ面白いですよ。嬉しいです。藤田さん、俺この2人すごい好きで、うん、で、まあ、ブレイキングダウンを、通じてこうやって合流させていただいて、もともと1回コラボする話だったんだけど、俺顔面落ちちゃったけんで、あ、あのスケジュール流れちゃった。はい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 、また改めてこうやって撮影させていただいてます。はい、いや怖いです、本当にありがとうございます。今回ね、あんまりネタバレになるか言えないですけど、ブレイキングダウン7の方も、はいはいはい、昨日オーディションやって、はい、撮影させていただいたんですけど、はい、セブンの方も頑張って、よろしくお願いします。はい、よろしく。会場でもめっちゃいじめられるんだよ。お前寄ってたやろって、コラボどうなっとんねんっつって言ったことはないっすそのまんまちょっと丸々組の用心棒紹介してもらって僕弟警察なんですよ。え、そうなんですか。そうそう、あ、そうなんですか。はい、弟も元プロボクサーで、あ、弟のさんですよ。弟じゃないよ。あ、弟そうです。そう、弟ですよ。ホッソンは大阪でやってるお店がゴリラでしょ。あ、ゴリラっていうバーです。はい、山本くんはそのお店、パーソナルジム。じゃあ、そのお店にはちょたまに遊びに行ったりはするんですけど、はいはいはい、まあ、僕はパーソナルジムやってます。うん、はい、ホストもジムもやってて。やってますよね。はい、はい、そうです。なるほど。じゃあ、順風満帆な人生だったところに、なんでブレイキングダウンやってたんですか。全然順風満帆っていうこともないんですけど、なんか、あのね、まだ昔みたいに輝きたいっていう気持ちが、多分高いのにはずっとあったと思うんですけど、まあ、ただもついに出たって感じですね。これ字幕大変だよね、言っとくけど。さっきからキャリアがすごいから俺もボケっと聞いてたけど、結構何言ってるか分かんねえんだよ。字幕大変。ゴニョゴニョゴニョっていつもテロップ入れられてる。何喋ってるか分からない。まあでも、あのね、引退してこうやってまた輝いてる舞台が、うん、はい、まあね、そこに出させてもらってるんで、まあ、ほんまに光栄なことなんで。めっちゃ怖いですね。しかも僕らそのチャンピオンの時よりもやっぱり注目度がやっぱこの方が上がって、すごいですよね。見てる数が全然違うんで、まあ、ほんまにありがたいことです。ありがたい。出れる間はもう頑張ろうと思ってるんで、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ただ格闘技に関しては絶対当たっちゃいけないタイプだ。レベルが違いすぎて。今日何をされるんですか。あ、今日は、はい、ちょっとその俺まだ相手のこと言えないんだけど、はい、あの俺の対戦相手もう今回強いから、でそういうのもあってちょっとこのボクシングスタイルを体で教わろうかと。先ほど僕らのチャンネルでブレイキングダウンルールで、ま
練習させていただいたんですけど、ちょっとほんま膝とかもらって、僕もちょっといじめられたんで、いじめ対決だ。いじめ対決だと思って、ちょっと、古田さんのチャンネルではボクシングで、ボクシング指導と、カルフ、はい、スパイリングみたいな感じでやらせていただきます。きっちりお気を据えてやってください。はい。まあ、それとちょっと今日、セガルのジリアが、はいはい、カメラを、サブカメ手伝ってんだけど、お前もちょっとチャンネルやった始めたんだよね。はい。100人ぐらい。152です。お刻んでます。お願いします。登録お願いします。これで10倍っすね。これ10倍っすね。今日で1000人いきます。そんな行く。行くでしょ。まあ、200人ぐらいはいるかもしれないです。1000人ぐらい。1000人ぐらいです。はい。で、ジュリアもあとちょっと相手してもらえる。ぜひ、小塚さん、お願いします。お願いします。じゃあ、よろしくお願いします。はい、お願いします。あいつの柔道とかだったら、はい、このブロックで、ね、最初から、パーリングとか、はい。ただ、パーリングが、あのガチスパーだったら、試合の強度を感じると、はい、本当こんなことできるの？結構できると思います。パーリングは結構重要。パーリングは重要です。相手の力をそのまま、はい、なんかするんで、はい、パーリングした後にもそうなんですよ。パーリングの後パーリングの後なんか今回打てたら2個までしてるから、はい、バーンこれ1回で帰ってバーン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 1回普通にパーリングしてるパーリングでしょ、はい、パーリングで行きたいもう言ったらパーリングも相手の力をここに流す感じですよ、はい、これで、はい、なんか感じそうそうあいいっすよ、うまいっすよもうちょっと小さく取った方がいい、はい、ああ、いいですね本当にちょっとだけ軌道を変えてあげるようなイメージですね、うん、ちょっと軌道を変えるだけで相手の力が強ければ強いほど流せるんでそうあ今のいいですねああ、いいですあんまりだからこう大きく取りすぎると、うん、次これがこう時にこうやった時がフェイントで来るんでほんまに小さく取るようにしたの、はい、本当にもう顔の前でトントンほんまにもちょっと軌道変えるだけで今構えとって分かったんですけど、はい、ウジさん多分ね構え小さいですよ、はい、小さかったら結構狙いやすいですよ、ね、あだから大きく構えです絶対こうやって大きく構えた方が、うん、例えば俺こうじゃないですかこうやるじゃないですか、はい、そうやって大きく見えるしこれが邪魔になるんですよこれが、うん、この位置がこれでディフェンスできるんでウジさんの場合は手が長いし、はい、ここに置くんですよ相手の言ったらパンチ出てくるじゃないですか。ここは邪魔するんですよ。はい。わかります。一回ウルトさんパンチ折れるときに弱いんですよ。これだけで邪魔なんですよ。パンチが。うん、教えないです。もうこの手がこの手を浮かすんですね。もうここにも相手のパンチの軌道の意思を。ここがこう邪魔なんで。伸ばしてもいい。うまっ。これだけ邪魔して、うん。これ結構疲れると思います。ああ。練習もあるし。もうちょっと半身で構えた方が距離も遠く相手こう構えてたら結構正面でパンチもらいやすいんですけどこうやったらどうですかこっちとこうやってどちらにあこっちの方が大事ですそうですね打つところは半身で構えて構えた方が打つところはほんまに打ちにくくなりますね相手は距離が遠くなるはいもう一回結構こうやって前の手で邪魔してあ、いい。僕だけは全然大丈夫です。藤田さん、リーチが自然体こう、大きく変わったらいいですね。自然体、こっちは全然大丈夫です。あ、それだけで、全然入ってきにくいです。そう。今までやったら、こうやったんで、うん、結構、これじゃん。結構、開けやすいんですよ。一回、今までの申し訳ないですか。多分、開けやすいんですよ。まあ、こう、こうやるだけで全然今まで、開けにくいんで、大きく、相手の目の前で。で、あと、こう出しじゃないですか、はい、これで出して相手に目をつぶすぞ目をしてそのガンっていくとめっちゃ疲れてして伊藤さんのリーチがあればそうここで相手見えなくなるんですよ見えなくなるでしょそこにガンって、はい、すぐ距離を取りながら横に移動した方がいいと思います下がれば危ないからそうですねまあ相手が一歩来たら一歩来た分下がるでプレッシャーはかけないと思いますで、この距離でジャブ、こっち下側の距離でジャブ上げといて、ジャブするとこっちの脇開かせたかんように下に下げます。そうです。いいで、相手が一歩来たら、そうこの距離で合わせる。その距離で。この距離を保つ。はい。
近くなってしまったら相手のところっていうか相手の距離でやり合ったら絶対不利な、ね、危ないですね。距離を保って戦うっていうのはここまでの方がいいと思います。はい、であと多分こう結構こっちの手を生かして一回止まって、はい、こうこう、うん、こう、うん、自分の内側に入れる引っ掛けに入れてそこにガーッと引っ掛けてガーッとそのアッパーの上のところだから、こういうブロックしても入るんですよ。あもう縦にドーンって、うん、こっち側に回して回してこっちはこう回すんですよ。こうってこっちは回してそのままガーンっていけば怖いんだよこれいやこれめっちゃ疲れると思うんですよ。闘牛士みたいにこっちこの点を落としてこう前来るじゃないですか。左右が来ます。はい、はい、こう合わせてこう怖わ結構見えないと思う。そういうことする。回してドーンっすよ。怖いドーンここに行く言われてドーン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 もっとあ、うん、中に行くんです。そうと遠くでしっかり伸ばしてきたところだっていう、はい、その距離多分相当、はい、いいですね。入ってきたら回す回す、うん、普通は回すんじゃないですか。はい、ドーンドーンでジャブでアッパーに変えた絶対これ使えると思う。結構リスクはあるんですけど開くんでもうバーバーでワンツーに届いてドーンドーンで移動がない。ワンツーワンツーでパンツーちょっと縦だったら速いんで、縦はその遠心力で力入れると、うん、ドーンって言うんです。この軌道で僕は結構フックゲームを混ぜて、うん、どっちが来るか分からないように散らすんですけど、まあ、それでまあ左右で散らしてそれフック振るって振り上げてストレートああ、そういうことかとか、あと上下ですね、うん、上下散らすのも有効だと思うんですけど1分なんでね、うん、こっちは反対の方がジャブ見せといて、今相手にこの距離でジャブですよって見せといて、僕がよく使うのは、最初、これぐらいの距離感じゃないですか、ポンポンと、僕の距離これぐらいですよって皆さんですけど、パーリングさせるようなイメージで、ポンポンこれぐらいで見せといて、パッ、踏み込んでいったら、そう、半歩踏み込んでいっとって、これぐらいの距離ですよって見せといて、そこ、バスで一歩大きく踏み込んだりしたら、パンチがグッと伸びてくるんで、当たったり。で次もこのまっすぐが当たり出したりしたら次これがまっすぐと見せかけてフックが当たりとか、まあ、これはこっちも一緒なんですけどまっすぐ見せといてこれが次フックが決めたら出ちゃいけない人たちそれとまっすぐまっすぐにしていいっすね。腰も入ってるしそれでカツッとなってみたら倒れると思うんですよ。ドーンはい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 当たりますドーンドーンはいいいっすね。めちゃないですね。ナックしかない。を立てて、ちょっと回る、そのコーナー詰められへん。詰められたら見栄えも悪いんで、自分の距離保って、でもどうしても近くなるだけになるから。ここでも嫌やなと思ったら、相手の脇の下取って、ああ、そうです。入れ替えてもらう。っていうのは結構、もうそう、切れるんで、それはあります。一回突っ込んでいってもらっていいですか。もうガーンって言ったらもう相手の頭さえこう上にかけるからですよ。これ結構ポジションで相手の体重のっけるんですよ。のっけたらバリッ疲れるんですよ。1分の中でこういうのあったらきついな疲れるんですよ。リーチがすぐやったら例えばなんですけどつまりこれ3分の1だからジャンプを外から突っ込むといろんなジャンプするんですよ。これだけ角度があるじゃないですか、はい、外から相手がであとまあこの手に打っちゃうところがこういうふうになったらこれで言うたらガードがジャンプじゃないぞこれ立ちます立ちます。おい前の手邪魔する邪魔します。
ありがとうございました。